本対 AS ローマ、サイドを紹介です。皆さんから見て攻めるのが日本、画面右側がローマ、このボール奪いに行きます。北澤さん、今日はどの選手に注目でしょうか。やはりサンディースのフリップですね、はい、あれはディフェンダーからフォワードまで速い役割を果たしますからね。まさにトータルスポーツもそうですね、はい、今日もそうです。サンディースの一人です。前回によってポジションを変えるかもしれませんよね。注目してみましょう。スペースに出す旗手、自分で行く。さあ、カウンターを仕掛けます。最初のコーナーキックは日本。伊藤へ。
フェンス、これを読んでいた。日本、カウンターを続けていきます。Yeah.
采配が終わったんですよね。シュート、シュートを狙いましたが、ボールは大きくも枠の外に。チャンスのシーンでした。バッターさんに早いですね、ゴールが確かに。相手の速いカウンター、これをなんとかつなぎました。いい攻撃をしていても、相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。マネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。インターセプトを狙う日本、カウンターを仕掛けます。ここは大きくクリアの対応。